大人の世界にようこそ。はい。今日はですね、久しぶりにカモちゃんの信用でもやってみようかなと思って、究極闘技の方を見てくださってますかね。究極闘技の方をやってまして、それでラッシュスタイルのね、結構いろんなの、すごい大変なやつとかやってるんですよ。だからそれに比べたらね、カモちゃんの信用、なんか楽勝だな、避けるだけでいいんだろうっていうふうに思ったんで、ちょっと行ってみます。はい。うん。二回目です、注文コースっていうのは。はい。いいぜ。三回目のチャレンジになりますかね。なしは究極闘技のね、やつはもう半端ないんでね。それをね、やってる感じからすれば、こんなの多分楽勝だと思うんですよね。はい。お前ね、昔の俺とは違うんだよ、もう。もうリアルな時間で1週間以上経ってんだよ、お前とやってから。よし。どうかな。さあ、来い。よし、よし、よし、いいぞ、よし、あ、そっか、よし、よし、まだまだ、よし、どうした、よし、どうした、よし。よし、よし、いいぞ、よし、完璧に避け切っている、よし、よし、いける、よし、よし、ちょっと汗かいたけどよしね、いけると思った、はい、よし、カモちゃんクリアしたぜ桐生さん、お疲れ様でした。頭フルだよ。頭を振るウィービングってやつか。なるほど、参考になるぜ。ダメージウィービング、敵から攻撃を受けた時に L1 か×を入力すると回避動作であるウィービングを出せる。うん、カムジ、いいアドバイスだよ次も待ってますね。よし、やっと2個目いったよ、カモちゃんの、よかったよかった、進んだからね。それでね、1個ね、やってないっていうか途中で終わってるサブストーリーがあったんですよ。それをちょっとね、それだけちょっとやりたいなと思って、場所がね、あ、場所ここだ、こっちの中だった確か。途中で話しかけられたんだけど、なんかやってて、いや、ちょっと今はちょっとって感じでね、無視しちゃったんですよ。それだけちょっとね、どこだっけな、こっちの端っこの方で、ああ、そうそう、あの人、なんか引っ越しをするとか、なんとか言ってたんですよ。あ、お兄さん、私の話聞いてくれる気になりました？そうそうそう。無視しちゃってね、ごめんな、急いでるから、つって。分かった、分かった、話を聞こう。なんだろう、ラーメン屋さんなのかな。じゃあ私、この龍虎飯店雇われ店主で大阪の送電堀に本店があるんです。え、あの龍虎飯店の、おー、送電堀か。
その本店にいるオーナーなんですが、とある副業に相当入れ込んでまして、カブル町でもその副業が始まると。え、どんな副業なんだ。それがあまり大きな声では言えないんですが。え、ってことはこっちでも買えるようになるってこと、もしかして。うん、弾きとかそういうのか。それちょっとやばい商売だな。ええ、うんうん。そりゃすげえな。真島ね。うん。ずいぶんと物騒なことを頼まれてね。ええ。こっちでだから修繕とかもできるんだらすごく便利。うん。みんなで技術が高いんだな。ええ。あの。お。何？よし。いいな、いいな、いいな。ああ。分かったよ。よし、早速で。じゃあいらっしゃいませ。購入だと何やんの。スタンガン、あんまりあっちと変わりはないのかな。うん、そうだ、結構使いまくったから、じゃあ修繕しよう。これができるとすごい助かる。なんか角材なんか、なんか角材とか食塩とかはもうこれは特にそこまでやるもんじゃないような気がする。金属バットもスタンガンは、まあスタンガンと陽光だけ、うん、これでいいだろう。 OK、 ありがとうございます。よっしゃ、なんかいらないもの売ってもいいんだよな、そういえばな。塩なんかはっきり言ってもいらないんじゃないか、はっきり言って。塩いらないだろう。菓子の木刀、菓子の木刀2本あるからな。これも1本いらないだろう。あんま同じ武器に2つ持つっていうのもなんかね、まあおしゃれじゃないというか。いらっしゃいませ。うん、塩とこれ菓子の木刀売ろう。塩が武器として扱われてるのがすごいけどね。その前に塩は売れないの。なんだ、塩出てこないんだな。じゃあいいや、これで、うん、いい、もういい、うん、ありがとうございます。よっしゃ、これでいいぞ。うん、よかった。これでこれでね。お、あ、あ、あったあった。よし、テレオンカード20枚集めるできたぞ。よっしゃ、カツアゲいる。655万、いけるかな。よし、行ってみようか。よし、行ってみよう。うーん、でちょっと塩とかちょっとそういうふざけたもんじゃなくて、もうちょっとちゃんとしたもの。鉄パイプか。バットかな、まずは。いや、テスパイプでいこう。うん、で、この辺もちょっとマジモードでちょっといかないと。よし。ちょっと、X でも煽ろっか、じゃあ。よし。いいぞ。それで、タブリナをちょっと。よし。いける。これでいけるぞ。うい。来たね。お前は、お前今回初めて会うな。うん、うん、なんかムカつくな。うん、なんだと。満たされんの、お前。俺佐藤祐樹ってもんだけどよ、お前名前なんつうの。
キリュウカズマだ。おいキリュウ、お前の顔見てるとよ、なんかイライラしてくるんだよね。言いがかりも鼻だしいな。喧嘩運なら他のやつにしろ。言いがかりじゃねえよ、マジでお前の顔がムカつくって言ってんだよ。ふざけたこと言ってんじゃねえよ。俺の顔が気に入らないってならさっさと失せろ。あ、そういえば一回負けとくの忘れた。この人とやるってね、一回負けないとたくさんもらえないんでしょ。でも今1億持ってっからな。ちょっと、いや、要はでもカツアゲってわけか。まあいいや、でも1億失うのはちょっと痛いから、全力で行かせてもらう今回は。よし、よーし、すぐってこう手離したんだよね。それで来い。よし、あっていうか俺隠し財布も装備してないじゃん。よく考えたらダメだな。なんか急に会って心の準備がないまま戦うっていうのはダメだな本当に。なんだ、うわうわ、1億6千万も取られてた。うわ、いやいやいや、ちょっとやっちゃったな今。やっちまったな。ちょっとカツアゲに回収してこないでよ。カツアゲから回収してこないでよ。しかし今エンカウントファインダーを持ってない状態だからな。エンカウントファインダーないからな。どこにいるか全くわからない。そうだ、ありがとうカツアゲ君をやってからやるとか言っときながら、何もやんないうちにやっちゃったよ。そういえばそのことも忘れてたもん。ただありがとうカツアゲ君のために CP 多分10ぐらいもう溜まってるだろう。結構あれから経ったから。よし、ちょうどできる。よっしゃ、よーし、これでカツアゲ狩りにいけるぜ。カツアゲ狩りに、カツアゲどこだ。おいの1億6千万返せ。お前の1億6千万返せよ。どこだよ。あれ？あれがないとちょっとあの1億6千万でかいからな、あれは。ちょっと、カツアゲ君頼むよ。あ、ちょっと待てよ。よく考えたらあの、回復薬とか持ってないぞ、そういえば。だって回復薬買わねえ食べたの、そういえば。一応見とこう。見て。あ、いた！いた、どこ、いたよ。やれるかこれで、やれるのか。ちょっと待ってよ、装備をじゃあさ、鉄パイプなんていうのじゃなくて、生ぬるいもんじゃなくて、マスターボールとか持ってみようか。ちょっと90でしょ攻撃力。スタンガンの極みの方がいいのかな。これってなんだろう、相手を吹き飛ばす。鉄パイプ、まあいいや、鉄パイプでいいや、まずは。うん、それで、ちゃんと装備品用だ。前回はこれでね、お金取られちゃったから。よし、俺の金持ってるじゃないか。お前うちで遊んでってください。まあ、ちょっとずつ回収していくから。なんか、いけそうだな、なんかまた今回も。いいよ、お前とはやるつもりなんだよ。よし、来た。よし、来た。よし。やるぜ。また負け。お前のちょっとお金を返してもらうんだ、こっちは。お前の金は俺のものだ。何なんだ。
よし、体力減ってる。よし、これでいける。調子乗りすぎた。あ、やばい、やばい。あ、もうちょっとだった。やっぱダメだな。ちょっと油断がもう隙を生んでますね。ちょっとね。また隣。104万。よし。ダメダメ、でも絶対お前を倒す。よし。あ、待てよ。でも今、回収しちゃったことでお金、持っちゃったな。まあまあまあいいや。まあ、とにかく、勝てばいいんだよ。勝てばいいんだよ。カツアゲから。いないから。サクッとこの辺にいないから。あ、あ、いる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 。しかも1億7000万持ってやがる。よっしゃ。いいぞ。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。ちゃんと状態を確認しとこう。うん、うん、大丈夫だな。うん、だって一撃ぐらいで多分倒せるはずだから。よし、立ったか、起きたか。お前。よし。黙って出せよ。ちょっとラッシュで行ってみっか、じゃあ。ラッシュで。あ、違う。体力戻ってるぞ、こいつ。あ、待て。ちょっと回復してやがれ、こいつ。寝たからか？そういうもんなの？くそ。話が違うじゃねえか。それで、うん、持ってるな。あ、しまった。自分からぶつかりに行ってる。何やってんの、俺は。あ、ちょっと。ダメだな。まだまだだな。やっぱりこいつ、強い。強いわ。弁当とか食って。よし。あ、やめた。いた。よし。よし。待てよ。なんか、あ、なんか落ちてるなと思ったら。あれ。よし。これで回収成功。1億7000万。あ、4億もだよ。あれ？なんでそんな持ってんの？おお、なんかあえて見逃しといてやる。もうなんかすげえお金もらっちゃった。あ、サブストーリーしかも30個クリアだ。ちょうど半分なんですね、これで。よっしゃー、なんか豪華。よーし、ちょっとこれ嬉しいな、嬉しいな、豪華。よし、これ物件たくさん買えるぞ、これ。物件買っちゃっていいのか、しかし。そういう使い方で合ってるかを。3、4、5。あ、ちょっと待って、能力強化しないとな。そうだよ。物件とかってなんかもうすでにもう、ただの不動産屋さんになり下がってるな、それ。そうだよ、俺強くなるためにそういうの全てやってるんだよ。あ、最大体力アップ、これいいな。うん、ちょっと、真島さんと比べると、バーのあれが、まだまだね、短いなと思ったんで。水距離アップ。あ、これいいかもしれない。一ケージ消費を抑える。うん。これいいな。うん、よし。よーし。で、壊し屋の方も、さらに強化を図って。
ガード置かないと。これいいな、これこれ。うん。もう銃弾すらももう効かないという。いいね。うん。あとは最大体力アップか。体力アップも大事だが、エジワの体勢で攻撃で瞬間に、瞬間にとかなんかそういうの忘れちゃうんですよね、これね、やってると。最低体力アップしとこう、まず。うん。よし。まあ、一億490万。うん。いいんじゃないかな、これで。うん。よっしゃー。うん。でマッハボールでもたまに、てか一回も行ってないからな。たまにっていうか。こういうところもちょっと寄ってみようか。いろいろとなんかね。なんかしらいろいろあるかもしれないからね。いらっしゃいませ。ちょうどのコース。店員と対戦する。店員と対戦してみっか、じゃあ。対戦してもらおう。はい。待て、やり方全然わかんないんだけど、これ。はい。ボーリング？お、30回だ、ちょうど。ここパワー抜けて。ちょっとこっちから。よし、いいんじゃない？で、気持ちちょっと。気持ちだよ。こんぐらい。そうそうそう。こんぐらいだ。こんぐらいがいいんだよ。ほら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 、バッチリ。よし。あれ、しらけちゃってるな、なんか女の子。ああ、みたいな。本気、大人が本気出しちゃったよ、みたいな。大人の男が、みたいな。で、うん、いいよ、いいよ、こんぐらい。こんぐらいでバッチリと、ほらほらほら。おー。よし。よし、63。最後なんかね、エミリちゃんもストライクとかするとか、ちょっとね、見せ場を。一本。弱いんだな、ちょっと。もうちょっと相手になるね。相手がちょっと。どうした？で、このエミリって名前からしてもなんか、ね、名前ついてるってことはこれ、あれなんじゃないの？実在する人なんじゃないの？違うの？いきみすぎだぜ。終了。よし、勝った勝った、うん。まあ、たまにはこういうのもちょっとね、うん、ちょっと何も考えずほのぼのとあのね、勝敗度外視でできるのはいいですね。あ、なんか始まったよ。いや、お客さん、お客さんの投球フォームかっこいいですね。うん、うん、そうか。うん、ええ、すごくいいフォームです。お尻の角度とかもう最高ですよ。どこかでボクシングじゃボーリング習ったんですか？いや、いや習ってない。自己流だ。ええ、そうなんですか。すごい体の力の伝わり方を熟知してるんですかね。とても本当にいいフォームですよ。グフ、何それ。グフフってのなんかあれ、なんか顔があ、すいません。私、ボーリング投球フォームフェチで、いい投球フォームを見ると、我を忘れちゃうんですよ。そうなのか。それはまた、転職だな。はい。はい、ありがとうございます。店員の意味、あ、絆があるの？絶対、また来てくださいね。あ、よろしく頼む。そうなの？なんだ、こういうサブストーリーもあったのか。そうか。ねえ、めったに来ないからな、マッハボールなんか。そうだ、絆といえば、あの、一番近くのコンビニのあの子との絆も、ちょっと増やさないと悪いから、なんか、回復薬でも買っておこうかな、じゃあ。絆多分結構溜まってるはずだ、このことは。あんま来てないよ、でも。まあ、よくないなら3回くらいだったかな。あ、なんだ？うんうんって言ってるよ。X2 本ぐらいと、じゃあ、
そうだな。じゃあなんかとんかつ、違う、幕の内弁当にしようか、うん、これでも買っといて、うん、どうしたんだ。あ、ありがとうございました。こいつさっきからあからさまに悩んでいるんだ。おい、おい、お前さっきから何を悩んでいるんだ。え、私そんなに悩んでました。ああ、そんなに、ね、そんなに悩んでいたぞ。それは失礼いたしました。キリュウさんの言う通り、私今悩んでることがありまして。おう、なんだその悩みっていうのは。うん、本部から宿題が出ていまして。宿題？ええ、はい、最近ポップ以外にも M ストーとかいろんなコンビニが、うんうん、うん、まあ確かに言われてみれば店舗ごとの差ってあんまりないな。ええ、なのでポップが他のコンビニと違うと言えるようなサービスを考えろ。なるほどね。うん、ただ闇雲に目立つことをやってもダメだってことは分かってるんです。お客様のためになるサービス、あ、そうだ、こういうのはお客様の意見を参考するのが一番だと思うんで、何か意見を伺ってもいいですか。え、何、何、俺にか。はい、はい、キリュウさんは今のコンビニにはないけど、もしコンビニで買えればいいなとか、コンビニでできればいいなと思うことってありますか。なんだろう、うん、そうだよね、コンビニにあれば嬉しいものやサービスか。雑誌コーナーの前にソファーを設置。これは高級ブランド品の販売、荷物の宅配サービス。荷物の宅配サービスなんじゃないのこれ。昔なくて今あるもんってね、多分。そうだ、そうだな。せっかく日本人のいたるところにコンビニが点在するんだから、それを生かして荷物の宅配でも始めればいいんじゃないか。ああ、なるほど、確かにちょっとした荷物をわざわざ、そうそうそう、うん、いけそうな気がします。そうでもねえぜ、はい、よし、うん、まあよく言ったら昔そんなのなかったですからね、宅配サービスとかね。昔なくて今あるものをね考えれば、これはおのずと答えてるからね。よし、最後にじゃあ見つけたんでね、こいつをちょっと一戦やって、よし、よし、こいつと一戦やって、今バリバリに溜まってるからな、ちょうどいい。よし、なんだもこいね野郎だな。なんだ、ありがとう。なんだと、お前との戦いに負けて分かったことが、未熟で弱い存在だった俺は。山山林にこもり自らを鍛え直してきた。え、素手でとやくまにかなうわけねえだろ。よく無事だったな。四季が底をつけてしまった。わけがわからねえな。山岡った。お前頭おかしいじゃねえか。だがそんな山での修行もそろそろ限界だ。そこでカツアゲとして資金を集めているところにお前が現れた。よし、よし、やってるぜ、やってるぜ。今満タンだからな、ちょうどいいぞ。あ、ちょっと待って、これダメで、あ、よし、よし、あ、ちょっと今武器出してる時卑怯だよ、卑怯なんだよお前。危ねえ、くそ。あ、違う、武器出してる時にこういう隙があるんですよね。もうくそ、カツカツマックス。まずこの弁当系でちょっとアンド X だ。よし、よし、
危ない今危なかった非常に。で、でちょっとね鉄パイプ弱いから他のやつに変えよう。マスターボールでも使ってみるか。じゃあよし。あれ出せないよ。よし、ちょっとダメだな。マスターボール出せなかった。あ、そうか、持ってないんだよそもそも。もう一回もう一回ちょっと、うん、ダメだな、こういう初歩的なことミスをやっちゃうな。よし、よし、で、ボール出して、よし、来た、ゴロ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 、よーし、効いたねー、これは効いたんじゃね。あ、よし、よし、まあ、よっしゃ、よっしゃ。で、ちょっとモデルガンでも撃ってみようか。ダメかな、効かないかな。よし、モデルガン持って来い来い。よし、あ、しまった。うわく、まだいけるまだいける。やっぱ毎回戦う前だな、強いよやっぱり。X 使おう。よし、あ、ちょっと卑怯だよ、ちょっと待て待て。あ、やべえ、持ってかれどうだった。カツカツマックスだこういう時。このよし、ダメだな、ヒートアクションバリバリで倒した方がいいな。これはもうもう銃をで狙う余裕すらちょっと怖くなってきた。もう、あ、そうだ、激辛ナイフあったんだよ、これだ。よし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 、聞いたろ今のは。ナイフだ。よし、あ、よし、なんとか間に合った。よし、よし、倒したぜ。いくらだ。で、金はいくらだ。お、よし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 。もうこれ禁止してもらいたいもんだね。これねえな、これが最後ではないって。まだ続くのかお前らの対決。ち、本当に厄介なやつに今絡まれたな。また会うかもしれない。また会っちゃうのね、うん、はい、というわけでね、カツアゲくんとも、ね、2連勝、カツアゲくん2連勝でですね、気持ちよく今日は終わりましょう。はい、ちなみに達成目録でどんぐらい今進んでるんだろう。あ、まだ 33% だよ。あ、バトルがすごい、しのぎが全然、ミニゲームも全然ですね、これ見ると。そうね、もうちょっとね、これから頑張っていきたいと思いますんで、はい、じゃあ、次回もよろしくお願いします。はい、さよなら。